はい、毎度おなじみ雄大コープ代表取締役社長の三浦雄大と申します。今日はですね、いつもの居酒屋ではありますコメントをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっと、まあ、毎度いつも言ってる通りなんですけれども、北朝鮮について喋ってみようと思います。まあ、北朝鮮ってチムジョンナムでしたっけ、頭のおかしい、人ですね。まあ誰でも知ってると思うんですけれども、まあ多分ミサイルを撃ったり水爆実験をやったりとしてますけれども、まあ早く死んでもらいたいと僕は思ってるんですけどね。トランプ大統領はなんかロケットマンって言ってるそうですね、彼のことは。僕は正しいと思うんですよね。まあミサイルは、ロケットじゃなくて、まあ、ミサイルバンスク撃ってるということでそのあだ名がついた。まあ結構言ってることは僕は正しいと僕は思いますね。結構国連でも結構ですね、北朝鮮はですね、結構アメリカ挑発してるとかって言って、宣戦布告とかって言ってるんですけれども、明らかにそう、お前らが宣戦布告してるんだろうっていつも言ってるんですけどね。まあ、北朝鮮は、僕はっきり言ってさ、アメリカを攻撃する勇気は僕はないと思うんですよね。はっきり言って、例えばその、アリとですね、ゴリラ戦うようなもんなんです、はっきり言いましてですね。極端なことを言って、アメリカは本当舐めてはいけません。結構アメリカは結構本当にもう世界の警察ですから、まあ一応敵はもう怖いもんなしだと僕は思ってますね。日本は攻撃、日本はまたミサイル撃つ可能性あると思うんですけれども、多分アメリカが多分守ってくれます。はい、なのでもうキム・ジョンナムはもう多分もう終わりですね、あいつはもう。ただ消えてもらいたいと僕は思ってますね。はい、いや結構日本でもさっさと北朝鮮とじゃなくても厳しくするべきと僕は思うんですよね。例えば朝鮮総連、おじさんご存知でしょうか。あそこをさっと締め出すとかを追放するのに誤解していいと僕は思ってますね。まあ、安倍首相も結構考えは僕は甘いと僕は思ってますね。断固抗議する、強く抗議する、遺憾に思いますと言って同じことばっかり言ってます。まあ、これちょっと安倍首相の文句言う形になってしまうんですけれども、はて、そんなことはもうさ、聞き飽きてます。そんなことは、小学生でも言えます。具体的で行動しないと僕はダメだと僕は思ってます。行動を起こさないと僕はダメですね。僕はトランプ大統領が僕はしっかりすると僕は思ってます。彼の制裁は結構具体的にやってます。なので、日本も結構ちびくすべきと僕は思っております。雄大コープの三浦雄大でした。ありがとうございました。はい。